はい、皆さんこんにちは。リンゴルフの宮下でございます。ですね、昨日三枝さんから、重大発表が行われたんですけれども、今年の秋でリンゴルフがスタートして3年になります。で、リンゴルフっていうのは、まあ、みんなに対してゴルフを楽しく真剣にやってるっていう姿をみんなに見せようというコンセプトで、出演者の人はもちろん、視聴者の皆さんと一緒にリンゴルフは成長してきました。で、この3年の間にいろんなゴルファーをと、その彼らがゴルフをどう楽しんでるかっていうのをご紹介してきました。で、もう一つはリンゴルフオープンっていう全国のイベントを通じて、全国各地のゴルファーの皆さんと、触れ合ったりとか、まあ、皆さんのこのゴルフ仲間を広げていくっていう機会も、いただくことができて非常にありがたいなと思っております。ありがとうございます。で、ちょっと新しい試みとして、まあ、リンゴルフといえばラウンド動画を通じて、まあ、いろんなゴルファーを紹介してきた。で、いろんなゴルファーとの出会いを伝えるってことをやってきたので、まだ見ぬゴルファーを発掘して、皆さんにご紹介すべく、リンゴルフに出てゴルフのことを伝えたいっていう視聴者を全国から募集してみたいと思います。これまではちょっと知り合いから紹介してたんですけれども、ちょっと出てみたいっていう人にもちょっと出てもらって、リンゴルフのメンバーが一緒になってラウンドして、こういう人がいるよっていう感じで紹介していくっていう動画を作りたいなと思っております。その募集概要をこれから説明したいと思います。ここから先は棒読みでいきます。募集概要はこの動画の概要欄、動画見た時にこの下に書いてあるとこポチッとクリックすると出てくるものがあるんですけども、そことコメント欄にも記載してありますので、そちらの方をお読みください。1つ目、募集概要、YouTube チャンネルリンゴルフの出演者を募集いたします。選考の基準なんですけれども、ゴルフを通して視聴者に新たな刺激を与える意欲的な方、私がこのリンゴルフの動画に出たら今までのリンゴルフという違う感じでこんな感じで伝えられるんじゃないか、ゴルフとか今のリンゴルフのメンバーの人たちと一緒にラウンドしたらこんな面白い動画が撮れるんじゃないかっていう、そういう気持ちのでかい方ね。なんかじゅんちゃんとかさやぶさんとかゆこちゃんとかみほちゃんとか、おお、なんだこいつすげえなーみたいな、そういう方を、来てほしいなと思います。で、リンゴルフは女性がメイン主役のチャンネルとはなるんですけれども、まあ、そのあたりは、まあ一回ね、年齢とか性別は問わずに、募集したいと思います。ただ選ぶときはこちらで選びますので、その情報を見て女性が多いかもしれないし男性が出るかもしれないし、そんな気持ちで応募してください。はい、次、選考基準は以上です。スケジュール、最初にいきます。書類動画選考、締め切りは2019年7月2日。次、その間に選考します。選考が終わった後に選ばれた方に出演の依頼のご連絡をいたします。7月31日までに連絡をします。で、7月31日までに、出てくださいねってご連絡がなかった人は今回は、出演のお見送りという形となりますので、よろしくお願いいたします。私選ばれましたかっていうお問い合わせ来てもお答えすることできませんので、よろしくお願いいたします。応募のメール来た時にその旨また返事しますので、7月31日までにご連絡なかったら出演依頼はなかったというふうにお思いください。次、その後、まあ書類来てから順番になんですけども、7月から9月中の、ゴルフのラウンド動画、10月でもいいんですけど、そのラウンド動画の中でリンゴルフのメンバーと一緒になってラウンド動画に出て、どやと、ワイのゴルフどやと見てくれみたいないうこととか、リンゴルフのメンバーとこう楽しくやり取りしている動画を一緒に撮影できたらなというふうに思います。では、詳細に行きます。一次選考、書類動画選考について、まず書類選考の話がありますので、お願いします。メールアドレス、ここに出てくるメールアドレスまで、以下の内容、今から説明する内容を書いてお送りください。1つ目、履歴書の方を送ってください。今まで知り合いから紹介してもらったんでどんな人か分かるんですけれども、どんな人かが分からないので履歴書を書いて、その履歴書の書類を添付してメールで送ってください。で、その備考欄にご自身のゴルフの腕前、別にメールでもいいです、ゴルフの腕前に関すること、あとアマチュア競技に出てる人はアマチュア競技に出てますってこれ書いてください。2019年7月から9月のリンゴルフオープンに出る方はちょっと教えてください。できた撮影とかもできたらいいなと思ってるのでお願いします。次、作文、これ大事です。
ご自身がリンゴルフの動画に出るとしたら、こんな動画になって視聴者を楽しませることができる、リンゴルフのメンバーと一緒にこんな楽しい動画が撮れるぞっていうことをテーマにして文章をメールに書いてお送りください。文字数は取りません。次、3番、これ必須じゃないんですけれども、自己アピール動画があると分かりやすい。 YouTube の場合は限定動画という機能があるので、ご自身で探してその限定動画の URL を送ってください。これが分かってる人はなかなかやるなっていうふうに思います。でもう一つはインスタグラムね、みんなゴルフのインスタグラムやってますので、インスタグラムのアカウントのある方はプロフィールページの URL をお送りください。これ見ると情報が分かりやすいので、選考はしやすいかなと思います。他にもご自身のゴルフやってる姿が分かるとか、どんな人柄か分かる動画がある方は、それを URL をメールに書いて送ってください。で、この選考なんですけども、ここから先注意点なんですけれども、皆様の公平を期するため、この選考に関する個別の質問にはお答えできません。これは何ですか、あれは何ですかっていう質問にもお答えできません。その辺は、ご容赦ください。何々はどうなんですかにもお答えできません。よろしくお願いします。個人情報の取り扱いなんですけれども、応募者よりご提供いただいた個人情報は選考に必要な範囲内で利用いたします。第三者に開示いたしません。個人情報の取り扱いについては当社のプライバシーポリシーがありますのでご覧ください。最後、これ出演者の募集なんで、この夏の間のね、リンゴルフに出てくれるこのメンバーと一緒に動画に出てくれる出演者の募集なんですけれども、他にも今までのリンゴルフを見て、いや自分は出演者じゃないけれどもリンゴルフを面白くするためにこんなことができるぜとか、リンゴルフってこう俺と一緒にこうやったら面白いんじゃねえのっていうこととか、そういう協力できるよっていう人がいましたら、そういった方もご連絡いただけると嬉しいです。常にやっぱ新しいことやっていってね、リンゴルフっていうのは皆さんに楽しみを伝えていきたいので、そういった方のご連絡もお待ちしております。それではご応募の方お待ちしております。